っか、間に合うでしょう、間に合うでしょう、これ飲めるでしょう、いいでしょう、何でしたっけこれ、なんかドラマ昔だったね、いいでしょう、なんか忘れた、なんか忘れました、大丈夫、はいどうも、楽しい仕事の時間ですよ。さあ行きましょう、今日も一日張り切って、今日これ食べてからやろう、このあれはツイッターとインスタグラムは、いただきます。本日も、あ、今日はねちょっと贅沢でしたね。タコさんウインナー、赤ウインナー、目玉焼きさんの目玉焼き大会、ポテサラ追加でございます。あれです、目玉焼き大会がね定着してくるんじゃないかなと。モエトちゃんも行きたいと思います。最初から行っちゃいましょう。あ、ちょっと待って、写真撮るのいいかも、もういいや、写真撮ろうと思ったけど、今ここで撮るか、ごめんなさいね。ピカピカ光っててダメだな。いや申し訳ない、もうこれね先にやっとけっていう話なんですけど、失礼します、失礼します。ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。お待ちしてますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。声入りましたか？声入りました？ありがたいですね。今日観光のあれなんですかね。よし。行くよ。行くよーと、こうまず下のところにどかすんですけど、ちょっと上すぎるから、まあいいかも、目玉焼き1個いっちゃいましょう、先に声入らなかった、見てますよと声かけいただきました、ありがとうございます。最高。ああ、もうちょっといいね。もうゆとちゃんいいね。男性がね、圧倒的に多いですから。視聴者の方。8割どころか。9割だな。9割8分ぐらいってこと。この赤ウインナーほんと美味しい、ギュッとしてるぜ、味がたまんないぜ。ほんと意味わかんないけど、やっぱ合うこのポテサラと。
チャップの方で後で来てくださるかな。来てほしいな。ご夫婦かカップルかどちらか分かりません。お二人でした。いいね、デートね。たくさんいらっしゃいます。そういう方々羨ましい限りです。危ないデート超えてしまった境界線、エジプトのピラミッド、それよりも謎めいて UFO の秘密基地、それよりも何だっけ、怪しくてでした。空を飛んであの子にタッチ、海に潜んであの子にタッチ、世界中の時計の愛を超えてしまった。うーわーうーわー、タンタカランタンタン、ミスター卵の切り上げ木島でございます。お願いします。ありがとうございます。あいあいあい、来た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 来ました。ありがとうございます。こういう仕事もやりますんで、ぜひお声掛けください。卵の黄身やる仕事やらせてください。ただちょっと時間作れないですけど、まだもうちょっと落ち着いたらね。絡めるのいい。やらねば。おっしゃろう。天才焼きそば。波。赤ウインナー。タコだけ食べちゃった。正式にはサンマですよ。タコだけ食べました。あ、そっか、だから写真撮らなくてよかったのか。ポテサラで目玉焼き大会、今日もとっても美味しかったです。お疲れ様でした。頑張っちゃった。